はい。はい。じゃあ、うん、今回はこれは前の続きです。続きっていうか、まあ、第2本目ってことですね。はい、はいうん。ということでですね、前回の忍者戦隊からですね、はいルールミスを、たくさん犯してルナークロロでしょ。あ、違う。フェイントクローラー間違えたんでね。はいあの人ルールは間違えるし、で、間違えて読み直してみたけど、うん、まあ、そんな強くねえなっていうことで、首、うんになりました。はい、代わりに、普通にトリガーには入れました。お、いいですね。はい、やりましょう。まあ、なので、まあ、腐るカードが減ったかなというところですね。うん、でも、2枚だけ変えたのは ?2 枚だけです。はい、お、じゃあ、それで。忍者さらに忍び軍団が強化されたかもしれない。よし、本当はあのバースアイってやつを出したいんですけど、うん、なかなか引けないし、バグマルくん入ってるからちょっと大変なんですけどね。バースアイ知らないな。まだ出てきたら教えてもらいましょう。はい、お願いします。お願いします。最初はグーじゃんけん、ほい、勝った。先行いただきます。あれどこれ、いつもの人がいない、いつもの人がいない。いきます。はい、スチームハエ叩きを置いてターンエンド、ドロー。じゃあ、せやさん好きそうなんですけど、ケラサスを置いて終了。おお、女の子だからね。ドロー。じゃあ私、アブソートを置いて、赤と黒の2マナ。はい。チェイサー。はい、どうぞ。最近のチェイサーは赤くなる。ならない。ああ、しかもなんか、やばいの置いちゃった。ターンエンド。ドロー。おかしいな。赤多いのにな。そう、パラダイムパラダイスラボ。これ、フェイントクローラーの代わりに入れました。ほうほうほう。ですね。オーラかクリーチャーを手札に戻すって効果ですね。はい。はい。まあ、シンプルイズベストな効果ですけど。じゃあ、2マナ。じゃあケラサス出しましょうか。はいよ、どうぞ。これどんな人なの？これスタートダッシュケラサスって言って、あの、うん、ブラッドレインいましたよね。ああ、それと一緒なのね。1匹目が闇軽くなるってやつだったんですけど、うん、これは1匹目の自然が1コスト軽くなる。わかりました。どうぞ。よし、ドロー。だがいいっす。僕は今回は2マナ、赤と黒の2マナ、はい、チェイサーもう1回。うわ、マジか。はい、今回は赤くなる。どうぞ。よし、なった。おー、じゃあ、あいつ自然になった。そうそう、いけいけ。1枚はい、もらいます。ないですね。もう1枚だ。はい、ないですね。ターンエンド。あれ、トリガー出ないぞ。ドロうん。そしたら、どうしようかな。あ、でもそうか、いいのか。ですね。ん？知らないよな。置きます。はいよ。じゃあ、3マナで、うん。1軽くなってます。軽減で。風魔害虫バリエルを召喚します。痛い痛い、さっきのね、はい。破壊された時に、なんか持ってくるやつですね。はい。はい。ただ、破壊された時に、モンスターだな。はい。これだ。いや、一回行くか。ブレイク。来た。はい。来い。ないです。どうぞ。よし、置きます。はい、よし、こうしよう。赤とこうして、ドロー。はい。来い。お、いい感じ。あ、マジですか。はい。赤と黒の2マナ。はい。チェイサー。チェイサー、はい。赤でも落ちる。あー、落ちない。やべえ、じゃあこれダメなチェイサーでした。よしよしよし。でもね、もう2マナあるんだ。はい、4枚揃えたかったな。でも、バグマルくんだ。はい。よし、これで、あ、勝つ。やられました。はい。で、2人。で、チェイサー2人が打てる。はい、1枚もらいます。ないですね。お、チェイサー。はい、ないですね。ターンエンド。お、チェイサー軍団で。ドロー。チェイサー軍団が、ああ、はい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 。あ、こういう感じか。うん、チャージします。うんじゃあ、2マナ。はい。空楽太郎、下の呪文を使います。はい。はい。じゃあ、楽太郎さんの効果でですね、うん、上3枚目、表向きにします。はい。その中のクリーチャー1枚回収ですね。はい。どうしようかな、これ。バースアイは意味ないから、これ空楽太郎を加えます。おー、はい。はい。じゃあ、残りは下に行きます。はい。で、2マナ。はい。突撃、ゴッチンヘッド。あ、出た。じゃあ、相手を置いて手札に戻します。うん。じゃあ、どうせパワーで勝てないし、バグマラ君戻します。あー、そういうことか。はい、はい、帰ってきた。はい。まあ、ちょっとあれは万が一があるとちょっとまずいので、うんうんうん、じゃあバリエルでチェイサーに向かってアタックします。やられるね。はい、うん、しょうがない、しょうがない。どうぞ。はい、置きます。そうか、そういうことか。はい。じゃあ、仕方がない。ドロー。じゃあ、しょうがないな。じゃあ、2マナで、はい、もうバグマラ君は出すよ。はい。でも何もないんでしょ？そうですね。いけるじゃん。チェイサーで1枚。じゃあもらいます。はい。はい、ないですね。お！勝っちゃうよ。えい！じゃあ、忍者ストライク。出た！切り隠れ天才ジャニット。ああ、知ってる知ってる。3位以下戻すので、じゃあチェイサー戻ってください。はい、戻った、はいよ。はい、じゃあこれだけでターンエンドです。はい。はい、じゃあこれで戻ってドローします。お、やっと来たかお前。そしたらですね、うん、もう楽太郎さん置いちゃうか。はい。あー、でもバグマルくんか。なに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 、なる、なになに、バグマルくんがどうしたの。もう出た出た後だよ。2マナ。うん、またゴッチンヘッドでこれ手札に戻します。はい、あー、はい、戻、いいよいいよ。3マナで、うん、バースアイ。
出します。何それ。こいつはですね、相手プレイヤーをアタックしてブロックされなかった時、うん、デッキからクリーチャーを1枚手札に加えます。ほう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 、はい、という効果です。はい、じゃあバリエルでチェイサーにアタックします。はい、やられました。これで終了です。どうぞ。置きます。じゃあ来い。お、これなんだ。あ、これか。いやでもね、ちょっと待って、せっかくだからいいの引いたんだよ俺は。ちょっと待って、いいの引いたから出したいんだけど。はい、じゃあチェイサーさっきのもう置いちゃう。はい、で4マナ、はい、先に貼っとけ、ルナークロロ。あー、はい、オッケーです。出しとくで、オッケー。これはターンエンドです。次だ、次、はい、次バグマル君をこの、じゃあドローします。はい、あ、でもこれは、うん、これもしかしたらワンチャンスいけるか。そしたらじゃあバリエルチャージします。はい、3マナ。はい、とりあえずバースアイもう1匹。はい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 、じゃあバースアイで、うん、シールドアタックします。はい。で、忍者ストライクとかないですもんね。ないよ、僕は。じゃあ、ブロックされませんでした。じゃあ、効果使います。あー、そうか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 、その度か。じゃあ、デッキからクリーチャーを。おー。はやぶさまろ。はやぶさまろ。あ、それ強いね。強いね、それは。はい、わかったわかった。とりあえずブレイクします。1枚ね。来い。ないです。おっしゃ、ぶね。じゃあ、これでタイムです。はい。そうか、そういうことか。置きます。はい、だが、しかし。ドロー。はい、今、1枚はやぶさまろを持っている。そうです。アブソードを置いちゃう。はい。いや、それめんどくさい。この人がめんどくさいんで、2マナ。はい。バクマル君。はい。こいつ強い。まあ、でも、こいつ破壊されると戻す効果ある。そうだよね。はい。じゃあ、相打ち。相打ち、はい。こっちでいいですか。こっち、アンタックですけど。もう1匹いる、もう1匹。あ、そうなんですか。で、ワンドロー、ワンドローもらうよ。え、またそして、もう2匹で、もう1、第2バクマル君、相打ち。そして、ワンドローもらう。はい、で、打たない打たない、ターンエンド。おー、バレてる。打たない打たない打たない、はい、うん、じゃあドローします。はい、これどうしようかな。これ5マナで、はい、扇風普通に召喚しよう。もうこれ扇風、はい、ですね、出した時に自分のクリーチャー1体のパワー5000上げます。え、はい、じゃあとりあえずこれ5000上げます。出たターンだけ、出たターンだけです。はいはいはい。でもさ、これ殴っ出たターン、いやもう、あー、でもこれ殴ったら死んじゃうのか。あるよ、トリガーあるよ、これ結構多め。そうなんですよ。うんうん。まあまあ、すげえな、あのデッキ。よーし。ちょっと待てよ。チェイサーがもうないからデストライブだもんね。チェイサーない。うん。タイエンドで、ごめんなさい。タイエンドでいいの？はい、よーし。いきます。ドロー。はい。あ、ちょっと待って。ちょ待ってね。ちょ待って待ってね。いきます。はい。ね、今さ、これさ、プラス5000されてるってのは、あ、もうないです。もう消えてんの？よし、はい、いきます。あ、それスレイヤーですからね、これ。ん？みんな。スレイヤーなの？あ、そうね、みんなスレイヤーです。あー、そういうことね。いや、まず1マナで、ハエたたき。あ、ハエたたき、はい。ハエたたいた。じゃあ、これ、破壊。あ、やべ。あ、まあ、いいや、やっちゃう。そうするなんだっけ？そうですね。戻れだっけ？戻すか手札に加えるか、ね。おー、どうする？じゃあ、まあ、戻ってください。へぇー、戻っちゃった。戻っちゃって、まあでももう一回次やればいいんだよ。でも5マナ残ってるんで、はい、間違えた、間違えた、やんなきゃよかった。激突戦車アイアン。はい、これで、あ、ブロッカーじゃねえのか。あ、まあいいや。あ、それ今ブロッカーじゃないですね。そっか、まあいいや、でもいいよ、はい、スピードアタッカーなんで、はい、とりあえずアタック5000あるからな。アタック、そうするとですね、うん、じゃあ忍者ストライクでハヤブサマルを。あー、はい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 、はい、じゃあこいつにブロッカーをつけます。あ、こいつにか。じゃあ、相打ちになっちゃうのか。そうですね。これで相打ちですね。オッケーです。はい。よかった、出しといて。はい。じゃあ、ターンエンドです。じゃあ、戻ります。うん、でも、まずいな、これ。なんか出せるやつ。ドロよし。あ、しょうがねえな。4マナ払って、後藤巻きを出すか。はい。5巻き、はい。5巻き出します。それは何ですか？これはですね、ブロックされません。ブロックされません。というだけです。クリーチャーの時は。はい、いや、ちょっときつい、これ。エンドですね。エンド。置きます。でもこれで今使ったからドロー。よし、はい、じゃあ、あ、西、まあ、いや、今これもうとりあえずこれ出す、これは出すよ。いいや、3マナ、はい、ディストライブお待ちかね。はい、どうぞ。スピードアタッカーです。で、ダイレクトアタック、それはじゃあ忍者ストライクで、じゃあ天才じゃないですか。あ、まあそうだね、戻してください。もういやー、じゃあ俺毎回やるしかないな、はい、これでじゃあエンドです。はい、くそ。でももうないだろ、もう天才ジャニーと。ドロいけいけいけ、次5マナ、はい、旋風パワー上げるだけですね、また、はい、でこれさ、殴んないと勝てないもんな。いいよ、我慢しても、我慢していいですか。じゃあエンドします。よし、我慢できるなら我慢してみなさい。ドローよし、すごいよ、よかった。3マナ、はい、ディスドライブ、はい、3マナ、えディスドライブ、うわ来た、やった、はい、じゃあ
じゃあダイレクトアタック、じゃあ忍者ストライク戻ってください、はい、戻った。だからもう一匹アタック、忍者ストライクなんですが、うん、パワー上げるだけなので、おー、しかった、何もないです。ありがとうございます。よしよしよし、負けた。やったー。あー、忍者くんまだもうちょっと活躍が、ちょっと難しいなこれ。うん、これちょっともうちょっと練り直す必要があるそうですね、はい、これはいいですね。じゃあちょっとまだまだ改良の余地あると思うんで、はい、コメントでぜひお待ちしてます。お願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ブックアイランドジュニア入間店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。